ちゃんと回復していってね、これはビームで追っかけてくるんで、走って逃げます。3回攻撃したら攻撃が終わりなんで、もう1回張り付きに行きます。追撃を提案します。これビーム打ちますね。あーちょっとずらされた。これは殴るんですね。これ振り払われるんで、一発目が来たら逃げる。はい、まあ、僕ね先ほどから肩から落とそうとしてるんですけれども、このように、腕の武装を落としてもいいです。理由はなんですけれども、この腕の武装を落とすことで腕を肘から落とせるようになるんでね、腕を肘から落とすと、敵は大ダウンします。大ダウンするんで、肘から落としても結構効果的ですね。あとちなみに今のように、自分が死んだ時に仲間の指示をですね、一時的に蘇生優先にすると、このようにアクセサリーが死んでもね生き返ることができます。まあね、肘からは、肘の武装とかは耐久度が低いんで結構すぐ外せますね。なんで狙っていってもいいと思います。結構いい顔を送ってきてるんで、攻撃を誘発して離れます。と目当てのところに張り付いて落としますね。肘ですね、肘ね、すごい耐久が低いんですよ。これ見ていただいて分かるようにガリ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 減っていくんですよ。でそのくせに大ダウンするんですね、この肘を壊すと。なのですごい連続して攻撃のチャンスになるんで、肘はお得です。皆さん覚えててくださいね、肘はお得です。試験に出ますねこれきっと。であとケージなんですけども、今僕が攻撃してるように後ろから攻撃しても、ケージが後ろから狙っても大丈夫です。ちょっとね、アクセサリーさんが死んでるんで回復させます。人型ねなんですけれども、形状壊しちゃうとこのように追跡行動開始しちゃうんですけども、まあ、刺して強くもないんでね、追跡行動開始させちゃってもいいと思います。あ、これは食らいますね。うん、ちょっと遅かった反応が。基本的に敵の攻撃は股の間を抜けるような形でかわすといいです。あ、これは抜けないよね。戻ってきたところに当たっちゃいましたね。注意してください。これは手のひらか、いらんいらんいらん。アクセサリーさんが死んでしまったんで生き返します。お、うまいこと肘に行けましたね。で大ダウンするんで武器を持ち替えて、ケージを破壊して連続ダウンを狙っていきます。ケージを破壊したんで首ですね、首を狙って連続ダウン狙って、連続ダウンじゃないですね、単純に頭なんでダメージがでかいですね。今回でアモパック使いましょうか。何が起きたのかわからんかったな今。多分別のやつに攻撃されてしまったんですね。もう大量死にそうですね。はい、大量終わりました。じゃあ耐熱に移りたいと思います。みんな相手してなかったんかな。シールドジェネレーターがまだ残っちゃってますけど、あーやっアクセサリーが取られてしまいましたね。ちょっとめんどくさいことになりましたね。めんどくさいですけれども、ここは助けてあげましょう。
出を要請します。面倒なんで茨のねレベル2を使って、戦闘不能にしてから集中攻撃で、ケージ狙いたいと思います。あ、吸収できましたね。もうあなたに興味はないんで、戻ります。予定ではね15分ぐらいで終わらすつもりだったんですけどね、間になんか挟んじゃってなかなかうまいこといかないですね。予定は見て、これはもう走ってれば逃げれますね。もう逃げたら張り付いて攻撃をします。うまいこと張り付けなかった。大電を殺すつもりではないのに大電殺されちゃいましたね。君たちがちゃんと耐熱を攻撃してくれたらね、15分以内に耐熱も倒せたのに、もう全く、細かいところがちょっと融通の効かない NPC たちですね。はい、せっかくね外したんで、肘から外していきます。肘から外していく理由は先ほど言いましたように、肘を外すと大ダウンをしてくれるからです。ね、美味しいですね。連続ダウンを狙って次はケージを攻撃していきます。次はもう頭ですね。頭完全にダメージが大きいんでね、頭ヘッドショット扱いになるんで、ここからもう足元でね、クロールね、これジャンプなんで逃げます。逃げたら、ケージを狙ってまた近づきます。ジャンプなんで逃げます。あ、ちょっと逃げが足りなかったですね。ダウンしたんで頭ですね。頭潰れてもね、この首のあたりに、判定があります。まあ死んじゃいましたけど、同時に相手も死にましたね。おしまいです。まあまあちょっと若干ぐだっちゃいましたけどね、まあこんなもんじゃないでしょうか。セレニウムでしたね。それ欲しい方はね、アクセサリーにこういうフィールド資源を回収しろってね指示したらいいかなと思います。というわけでね、今回、ボランティア8の位置を通してね、人工アブダクターの説明軽く、あと攻略法ですね、あと複数戦の戦い方ですね、できるだけ厄介な武器、砲撃タイプの頭やら、ミサイル系の武装やらをできるだけ早く外して、戦ってあげる。まあ、そのためにもね、近接武器の証券もしくは蛍光武器の銃の類ですね、張り付いて、その分予習中攻撃もしくは溶断できる武器っていうのを一つ持っていくといいと思います。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。ではでは。